朝のルリです。朝のあかねです。今日は、姉妹ならばお互いが思い浮かべてることを分かる説を検証していきたいと思います。いやーこれね、姉妹なら当たり前ですよ。分かっちゃいますよね。あたぼうよ。じゃあね、あれそう、あの私たち息ぴったりなんで、じゃあなんか今ちょっと果物を思い浮かべてみよう。よっ、いくよ、せーの、なしご。はい、ということでやっていきまーす。はーい。はい、もう説立証ならずなんですけど、挽回していきましょう。挽回していこう。はい、まずはですね、ルール説明をさせていただきます、まず今お姉ちゃんたちの目の前にあらかじめお題を書いた紙が2枚置いてあります。お題その1、芸人もしくは俳優さん、で、お題その2、VTuber さんということで、まずお題1からやっていくんですけども、まずそのお題1の紙をあらかじめこう姉妹同士でトレードします。はい、裏書いてあるやつは違うからね。あ、わかった、トレードします、で、例えば今からお姉ちゃんがプレイするんですけど、お姉ちゃんは今からこのアキネーターさんを使って、あーちゃんが考えている芸人さん俳優さんを当てていきたいと思います。最後、アキネイターさんがこの人でしょって出したやつと、あーちゃんが書いたお題が合ってたら、お姉ちゃんに1ポイントが入ります。はい。で、そしたらターンチェンジして、次はあーちゃんがお姉ちゃんの考えているものをアキネイターさんから探していって、お題が合っていたら1ポイント。はいよ。はい、という感じで2戦やっていきたいと思います。はい。はい、それではやっていきますよ、早速。お題、その1。好きな芸人さん、俳優さん、それでは行きたいと思います。じゃあ3つまでヒント。3つまでじゃあヒント、じゃあ最初にじゃあ3つ質問しいよ。3つ質問するよ、なんでも。どうしようかな。好きなタイプは、そう真剣に答えようとしちゃった。有名ですか。あ、ちょっと超有名、超ととってもっていうの、超て超て。性別は？女性です。女性か、うん、じゃあその人が活躍しているジャンル、結構ね、確信に迫ってきたね、ジャンルか、ね、一応芸人さんなんだけど、そのジャンルで有名な女性はその人しかいないかも。芸人さんなんでしょ。うん、なるほど。けど、芸で売れたわけじゃない。はい、こんな感じでルリちゃんに当ててもらおうかな。ちょっと難しいね。じゃあちょっと頑張って当てていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、存在する、35歳以上なのかな。ごめん、ちょっとわかんないや、ちょっとわかんない、何人かのグループではない。あ、出演経験はあるかもしれん。いい男。いいえ。一度でも結婚してないかな。胸おっきいんじゃない。お笑いタレントっぽいな。派手な髪をよくしてそうだな。語尾に巣がつきますか。いいえ。あーちゃんが思い浮かべているのはお笑い芸人の渡辺直美さん。いきます。はい、正解。あー、井本彩子さんね。そうなんです、僕井本彩子さんがすごい好きなんです。いや、出てこんかった。なるほどね。よしよしよし、ここでということで、あーちゃんに1ポイント1ポイント。あ、でも僕がまたやって、そっか、1-1になるってこと。最後のターンは、優勝した方に1兆ポイント入るんで。ポイント制の意味あんのかな。まあ、いいよ、まあね、1ポイント大事だからね。はい、じゃあもらってこ、2戦目。はい、どうぞ。質問。じゃあ、どの番組、どのジャンルの番組に一番出ますか。どのジャンル、でもバラエティーにはあんまり出てなかったかもしれない。そのジャンルに特化した番組にばっかり出てたかも。なんだろう。じゃあ、結構有名な人ですか。有名だね。有名。割と重鎮ですか。重鎮、重鎮とまではいかないかもしれないけど、芸歴は長い。なるほど。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、プレイしていくよ。はい、男性、はい、35歳以上、はい。やっぱりサイコパスなのでは。いや
からな。いやだって、はい、音楽に関係してそう。はいはい、違うとは思う。50歳以上じゃない。男ないんじゃないかな。いえ、ジャニーズ事務所所属じゃない。いえ、待って、僕誰を向けた。あ、オッケーオッケーオッケー。何人かのグループ。いえ。高校生でますか。なんでだ。いや、いえだよ。これ芸能人で高校生してることじゃないよ。待って、誰、もちやの子孫ですか。子族、子族。子族ってこと、これ。子族。料理？料理？いえ。フルネームがアルファベットですか。いえ。乾杯。いえ。前作ことがある。今までキスをしました。いいえ。ドラマ主題歌を歌っている。多分そう、部分的にそう。フルネームが8文字以上あるし、日本語出てきてる。うん。ない。いえ。なに。源氏の強いなんでこんな難しいの。いいえ。難しいね。難しいね。僕はヒゲが濃い。いや、いいえだと思う、多分。作曲家。多分そう、部分的にそう。40歳以上。いいえ。背中に…やめろよ、ほんとに。いいえだよ。もうやめなさい。やめなさい。はい、でもいいえ、でもいいえだわ。うん。高校生クイズに出場したことないと思う、多分。はい。うん。有馬記念を勝ったことがありますか？競馬ね。馬じゃね？いや、いいえ。日本のテレビドラマに出演。いいえ。出ましたね。何の脈絡もなく。ちなみに僕は思い浮かべてるのこの人でした。なるほど。それでは、うん、お姉ちゃんの答えオープン。デレン。ブーはい、お姉ちゃんが思い浮かべていたのはアメリカザリガニでした。ザリガニ、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 かわいい。高校でやったけどちょっと違った。ザリガニ、ザリガニ、くそー、そうだったのか。ないということで、お姉ちゃんに1ポイント入ります。あー、なんか悲しいな。1対1かな、今。今んとこ1対1かな。アメリカザリガニさん、いつもお世話になっております。ということで、2戦目、はい、いきましょう。いいよ。2戦目のお題、うん、VTuber。はい、VTuber さん。はい、じゃあまずは、お題を交換しましょ う、ね、はい、ちゃんと厚紙に書いてるからね。うん、注意しながら、全然わからん。はい、はい、ということで、じゃあお姉ちゃんからいきますか。はい、うん。動物ですか。いえ。そうだな。有名ですか。うん、有名。難しいな。バーチャル YouTuber って7000人以上いるからね、今。確かに。この業界でいう、うん、四天王および準四天王に入っていますか。ないんじゃないかな。うん、わかんない。じゃあ始めていきたいと思います。はい、どうぞ、頑張って。あー、わかんないよ、どうしよう。いいえ。戦う。戦わない。うん、まあ存在するよね。うん、YouTuber？ うん、広く言えば、うん、広く言えば10代じゃないと思う。多分違うと思う、うん、ゲーム実況もしてる。ゆっくりは関係ない。短距離が違う、うん、長い。あ、2人組グループの1人、うん、いいえ。イメージカラーはピンクですか。違う、金髪じゃない、うん、髪は銀か白色。はい、月には関係してないかな。これ多分月に関係してって言ったら、かぐやるなちゃんが、うん、二次三次公式バーチャルライバーですか。あー、これ聞けばよかったな。企業所属ですか、二次三次ですか、みたいな。確かにな。違います。うん、教師じゃない。うん、鉄パイプは持ってない。どれ持ってんの。動物の耳は生えてる。愛妻家じゃない。お姉さんはいない。キツネ。はい、H で始まるグループ。あ、はいはい。あーちゃんが思い浮かべているのはホロライブ所属バーチャル YouTuber の白神風紀ちゃん。おお。いきます、答え。はい、ドン。あ、バーチャルおばあちゃんか。バーチャルおばあちゃんだよ。あー、 VB かー。うわー、悔しいなー。そうかー、よかった。なんか白い髪ですかみたいなところで、うん、やべ、バレてるかもしれんと思って、結構ね、うん、ドキドキしちゃった、うん、
今のであーちゃんに一兆ポイント入ったかな。シャーコラ一兆一点だね。シャーコラ一兆一点だね。やばい、次お姉ちゃん取んないとやばい。変な指立ってる、大丈夫パン面白いここ使おう、ここ使おうこのシーン使おう。シャーコラじゃあはい、次、はい、あーちゃんのターン。はい、はい、じゃあ質問します。はい、どうぞ。その VTuber さんはあなたを知っていますか。うん、知ってます。なるほどね。いや、こういう関係多いから絞れるかしら。はい、僕ね、ちょっとわかるんだよね。あ、ほんと。うん、はい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 、いいよ。姉妹、三姉妹はその人のこと知ってますか。三姉妹はその人、知ってる知ってる。知ってる、朝の家全員知ってるよ。僕ね、分かったかもしれん。うん、あ、ほんと？ほんとに。ほんとに？いや、もうこれでプレイしていいよ。あ、ほんとに？うん、もう。はい、じゃあ行きますか。自信満々。あ、いいよ、いいよ。そうなんで。はーい。こいこいこいくこいこいこここいこいこい。よせよせ。はい。女性です。メイズカラーはピンクではない。髪は銀髪白じゃない。マックス村井には関係ない。金髪じゃない。黒髪ヨングでもない。髪の色が黒ろ、もしくは青い。ノーノー。ベンチマークどういうことなの。なんで僕の時だけわけのわからんの来るの。なにこれ。大丈夫、お姉ちゃん人を殺したことがありますから。そうだね。いや、ノー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 。お、巨乳巨乳。頭から血が入ってないな。月星に関係はしてない。髪の色は茶色じゃない。お、普段は服を着ていることが多い。うん、多いかな。おお。うん、はい。結婚者じゃない。孫はいないね。妻の中の長女。はい。あれ、でもね、僕が思い浮かんでるのはお隣にいる朝のルリさんなんですけれども、さあ、朝を見ていきましょう。これかな。うん、いいかい、見ていくぞ。はい、せーの。なんでやねん。正解はバーチャル猫さんでした。全然違うじゃん。ちょっと待って、ね、お姉ちゃん一言言いたい。どうした。このアキネーターのこの画像、うん、去年の5月から全く変わってない。ねえ、お姉ちゃん変えてってずっと言ってる。ねえ、ねえ、お願いだよ。いや、このままで僕はいいと思うよ。いや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 、もうだって髪切っちゃったし、だいぶ違うもん。いや、だいぶ同じだよ。なんか常時おしゃぶりしてるんですかって思われたもんね。ね、お姉ちゃんなのに。お姉ちゃんなのにまだ父離れしてないのか。ね、自分に持ってんのね、いい父ね。自分のよしなさい、あなたもすぐそうやってそういうことばっかりやんだから。はい、ということで、はい、お互い、うん、あーちゃんに1兆1ポイント、お姉ちゃんに1兆1ポイントということで引き分けなんですけども。なんで、うん、なんで。そもそも多分3ポイント選手とかにしないと出んのかもしれない。はい、ということで、はいよ、急遽3戦目を行いたいと思います。3戦目のお題、わりかし有名なゲームキャラクターということで、はよーよい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 。はい、ということで、今1兆1ポイント対1兆1ポイントなんですけども。1兆だったっけ。1億じゃなかった。1兆だよ。違うってなったら、じゃあお互い引き分けなんだね、今。そうなんだよ。まあ、先にね、当てた方の勝ちというね。当てた方の勝ち。単純なね、単純なリュリュリュ。単純なリュ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 。はい、やりますよ。あーよー。はい、ということで、じゃあまずお題の紙を交換していきましょう。うん、交換しよう。はい、では質問していきたいと思います。はい、どうぞ。ゲーム会社ニンテンドそれヒント。これはね、うん、ヒントじゃない。あ、ヒントじゃない。どういう系のゲームに出てきますか。これはね、アクションゲームで、うん、詳しくね、まあ、3戦目だから詳しくお話しすると、うん、はい、結構ファミコンから最近のスイッチまでずーっとタイトルは出っ放し。すごいね、歴史のあるゲーム。ファミコンから。うん、ファミコンからあるのかな。うん、ファミコンからあって、小型ゲーム機にもゲームが出たりとか、スイッチも出てるし。ファミコンから。うんうん。ゲームのタイトル1文字え出してください。え、どのどの。最初最初うん。じゃあ、ぜぜあ、じゃあモノマネしよう。モノマネ、モノマネ。僕はね、そのキャラクターのモノマネするね。うん、大人版ね、これ。はい。いくよ。はい。ぐぅぅはい。これ結構上手かったと思う、僕。ほんまに、うん、それ言われても、お姉ちゃん何が何がわかんね。これね、絶対
て言ってわかんってことはやべえやべえのやべえべやべえべよな俺やべえべや分かったよじゃあやるよじゃあやるよいきますやりたからどうぞあーよよーこれ多分ゲームキャラは存在するに入るのかないや実際だからいないと思うあなんかじゃあいないね、うん、なんで僕も協力してる学校には通ってません、うん髪の毛は生えてます女性じゃない、うん、帽子かぶってる悪い人じゃない映画かちょっとわかんないわかんないや物語の主人公はいま家いいかなま, まニックネーム3文字うんはいポケモントレーナーじゃない名前が作品のタイトルになってないなってないんだあ、ごめんフラわかんないわかんない、うん、今のはねクラシックわかんない、うん、フランス人わかんないまあやってない金色あ、どっちだっけ金かな金だね、多分アドベンチャータイムえ、アドベンチャータイムって何なんだろうねそういうタイトルがあるじゃないえ、じゃあ家かな剣を持って戦う、はいが通ってないって何回聞くねんあ、はいあーちゃんが思い浮かべているのはリンクんそれではお姉ちゃんの予想はリンクですはよ答えドンやったーやったーいや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 これね、多分ね、あれだよヒント出しすぎたわそうだね、そうだねヒントちょっと多かったねくそ、ちょっとはい、ということで次、あーちゃんが当てられなかったらお姉ちゃんの優勝ということでこれでも僕当てた引き続きだねあ、そういや、僕はね、尺とか考えて頑張るよあ、ほんとはい、はい、じゃあ次、あーちゃんの番ですねよしよしよしはい、何でも質問来いやじゃあ、ゲームのハードあ、会社会社、うん、あ、会社会社会社ね会社セガかなあら、うんセガかじゃあ、ジャンルジャンルうんなんって言ったらいいんだろうRPG じゃない RPG? RPG ってロールプレイングゲームそうだね RPG じゃないかなんなんて言ったアクションって言えばアクションおーはうんアクションアクションかうん最近、うん、新作は出ましたか最近どれぐらい最近やろうちょっと調べていい新作出てるっぽいですねうん出てる OK 新作出てるうんラス1質問で、僕いいのあ、今3問聞いたっけかな聞いたかじゃあ、お言葉に甘えてもらってもいいはい女性ですか女性じゃないでもいいうんはい、じゃあやっていきますよセガかうんこんなんでやこんなんでやこんなんでやはい男性じゃないっつって女性じゃない女性じゃない、男性、はい何かのグループえ、僕全くね、思いついてないんだよねセガかいえふみ、なにこれ、うん、セガでしょゲーム実況者 No YouTuber? No そうそう、しない黒髪黒髪じゃないじゃない人間じゃないと思う動物の形、今、かろうじてかろうじてはい多分そう、部分的にそうだねあうん、なってるうん、青いじゃないと思う。ロボットじゃない。ディズニーキャラクターに関係ない。主人公を愛しすぎていますか？いいえ。幸せな悩みやの。猫。うん。いいえ。いいえ。伸ばし棒はつけません。ゲームに関係する。スマブラ X にプレイヤーキャラとして参戦したっけな、この人。知ってる。X ね、僕ね、なんとここにメモしちゃうんだよ。えらい。でしょ？ X はね、3つ前の Wii の。あー、ウィーか、ね、はい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 知ってるのかな知ってる知ってるでこれは、うん終わるはいあなたが思い浮かべているのはソニック・ザ・ヘッジホッグさんですかそうですそれでははいよお題をめくってくださいいくぞはいドゥルル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 ルどうすんの引き分けなんだけどやったー、嬉しいちょっとこれは嬉しいなこれは嬉しいなちょっとヒント与えすぎたないや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 
や、なんかね、ソニックって、うん、ソニックじゃない、あのセガさんってなかなか、うん、なんだろうな、うん、やっぱりこう、ザ・主人公、あシリーズ通して主人公ってソニック、うん、ぐらいしかないな、うんうん、あ最大のヒントだったか。はい、ということで、あーちゃんが1丁2ポイント、うん、うん、お姉ちゃんが1丁2ポイント、うん、引き分けということで、引き分けだー。あー、今ね、引き分けってことはつまりお互いの思ってることが分かるっていうことだね。そうだね、確かに。あ、でも当てたのは今の戦いが初めてかな。まあね、まあまあ、2戦はね、2戦外しちゃったね、最後はね、最後当てたよ。そう、分かり合ったからお互いにね、うん、だね、なんかこれからも絆を深め合っていこうね。そうだね、そうだね、そうだね。はい、ということで、はい、本日の動画ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画で。あ、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画好きだなと思ったら、ぜひ高評価ボタンポチッとお願いします。チャンネル登録と Twitter フォローもよろしくなのだ。せーの、まったねー。